おかゆさん銀河中入りたいんだっけ。あれでしょ、あの昨日さ、二次三次さんのさ、あの佐々木氏と椎名氏がさラジオやってたじゃん、あの作ゆいラジオで。なんかね、作ゆいラジオが始まる4時間前ぐらいに椎名さんからディスコード来て、急にね、おかゆーって、なんか今これからラジオやるんだけど、あのなんか悩みないって急に来て、悩みみたいな。しかも僕その時寝起きでさ、全然頭回ってなくて、おなんかそのディスコードの通知で起きて、で、あ、なんだろうと思って見たら、椎名さんからディスコード来てて、と思って、悩みなんでもええねんけどみたいな。別に悩んでないなみたいな。あ、そういえば前なんか二次三次さんの企画でメンバーをテニプリの学校に入れるとしたらどこに入るかみたいな配信をやってたのを思い出して、もうその時寝起きだったからそのぐらいしか思い浮かばなくて。ラジオネーム猫またおかゆ本舗。あ、誰、おかゆだ。あれ、おかゆか、あれなんか来たな、またシーナの、ね、シーナのツテが、シーナのツテが来たで、来たで。お悩み、最近テニスの王子様にハマっている僕です、うん、約2週間前に行われた、うん、二次三次ライダーがテニスの王子様の学校に通うならどこという企画で、うん、椎名さんは銀河中、佐々木さんは六角中でしたね、うん、僕もぜひ銀河中に入学したいです。どうしたらいいでしょうか。え、なんでなん、なんで銀河中なん。いや銀河中いかんでええやろ。なんで来んの。私なんならもう怒ってたからね、その時にさ、その時一緒にいたよな。ギャルズでみんなで見てたよね。全然なんかね、すごい議論されてたけど、なんで銀河中なんみたいな。別になんかお姉ちゃんである椎名さんが銀河中だから、こう姉妹って同じ学校に入るじゃん大体、だからじゃあ銀河中でいいやと思って。どうやったら銀河中に入れますかねみたいな。どうやったらお姉ちゃんと同じ学校に入れますかみたいな感じで書いて送ったんだよね。深い意味はね全然ない。僕声楽好きだから一番。うん、銀河中なんか行かなくていいよもう。ね、なんでなんだろう。もし誰か好きなんかな。キャプテンぐらいしか思い浮かばんしな。私全然思い出せないもん。誰っすっごい初期の時に、うん、なんか龍馬追い詰めてたら。最低じゃん。いいのかそこに来て。テニスコートにテニスボールバーぶちまけて。違う、柵なんかあのヒロインの女の子みたいなのをいじめてたんかな、うんうん、女の子いじめてたの、そうやった気がする。で龍馬が助けてあげたんやったっけな。やばやばい、そうやばいとこ入れられてんじゃん。そやでひね、いやそんなとこおかゆ行かなくてええよマジ。そう、そしたらなんかみんなド M だからじゃないとか言い出してさ。銀河中ってそう、なんかヒロインの女の子にすごい意地悪してるこう回とかがあったから、だからおかゆんはあのヒロインにこうすり替わって自分が玉拾いしたいんじゃないかみたいなね、そうツイッターでね騒がれたりとかしててさ。なわけあるかいみたいな。物申したいこともあります。はい、椎名さんへ、ラジオ当日の4時間前におかゆ、悩みなんかない、盗み癖治らないとかでもええでって連絡してきたことに一言どうぞ。なんかそれで、いやおかゆ、あの盗み癖治らんとかでもええでとか来てさ。すいません、ありがとうございます。本当に、いや盗み癖絶対悩んでるだろうよ。すぐ盗むんだから。盗み癖治らない、やばすぎるやろ。直してくれマジで。いやおかげ盗み癖あるから本当に。ある、そんなにある。いやいや、すごい、サンドイッチ盗んで食べてたっていう情報ありますから。盗まれたことない。有罪だってからね、あれホロライブで。本当に一回罪で問われてるから本当。いや普通の罪ではなるわ。ガチ罪ではなる。ガチの罪です。おかゆ裁判でね有罪になってるから。あ、そんなガチな罪問われてたんやって。一回入って電化持ちながら。それ悩みあるじゃん。そうやね、ちょっと悩んでくれ、それは。テニスの王子様、銀河中とかそんなんどうでもええから。
そこ直せるやん。よ直ったの直してください、うんね、まあ直していこう。はい、はい、次。